どうも、スノボです。ミスターお化け屋敷の山本さん、卒業おめでとうございます。どうもー、頑張れ頑張れ、おめでとう。題して、岩本志君の食べたいものを当てろです。はい、このまんまで、そのまんまでございます。レギュラー企画。そうですよ。まあ、このゲームは純粋に岩本さんが食べたいメニューをどれか当てて、当てた人だけ同じものを食べれるっていうゲームなんです。はい、これ全員やりますからね、一応。はい、まあ、というわけでやってきたのは、さまざまな給食のメニューが食べられるこちらのお店、6年4組渋谷文庫さんです。おい、教室の机とか椅子とか懐かしいよね。懐かしい。懐かしいってどういうことですか。懐かしいよ。僕は今でも元気なんだ。そうだ、ラウル。そうだよね、ラウルの時はさ、給食ってどんな感じだったの。給食っすか。うん、ソフト麺とかちなみに知ってます。あ、あります、あります。ラーメンとか、あとパスタとかは給食で出たら、なぜかあの魔法の力、美味しい、ね、美味しい感じちゃう。なるほどね。メニューが結構多いんですよ。だからなんかここはある程度最初に指定して答えを絞れるようにしたい。なるほどね。はい、例えば昔の懐かしメニューだったり、揚げ物、ご飯物っていう、なんかもう絞ってあるので、そこから選んでいただければいいなと思います。ちなみに大好きだった給食のメニューランキングというデータでは、はい、3位はわかめご飯。あと分かる、めっしょっぱさがめっちゃ分かる、はい、で2位がソフト麺ミートソース。うわ、そうなんですよ、人気だった、はい、おかわり出せん。そうだね。あったね。まあ、1位はもう不動ですよね、きなこの揚げパンです。よいしょ、やっぱ人気だな。そうだよ。何が好きでした、給食のメニューで。俺ね、フルーツポンチ好きだったね。フルーツポンチ、フルーツポンチ、え、ポンチだっけ。そうっすよ。俺は、はい、ポテトとレバーのオーロラソースは何すか。ないっすよ、ないっすよ。オーロラおしゃれなの。え、だから早速ちょっとやっちゃおうか。おしゃれ、岩本さんからまず決めていただいて。最初は、はい、揚げ物からいこうかな。揚げ物、あーあー、食べたい。大好き揚げ物。ヒントとか聞き出していいですか。あ、もちろん、それは聞いていいですよ。岩本君、歯応えは好きですか。歯応え、ああ、もうなるほどね。でもさっきポテトの話してたよ。あ、それ思った。あれは今食べたいものなのか、うん、なんかちょっと見た目にこだわったの。ああ、それもいいんですか。純粋に食べたい、今食べたい、今食べたいの。これで虫ダメじゃん。よし、決めた。じゃあ、え、どうですか、皆さん、もう決まりました。決まりました、もう完璧に決まった。じゃあ、せーの、何これ。一緒だから、ポテト餅、はい、クリームコロッケ、ポテト餅、クリームコロッケ、ポテト餅、クリームコロッケ、軟骨、軟骨。さあ、正解は結構怒れた。よつこ、お願い、軟骨のから。やったやったやつくん大好き。おつまみやん。なんか、あの、ちっちゃい頃は結構苦手だったの。なんでこんなその骨おかゆが食べるんだろうってなってたんだけど、でも多分フッカとかの影響だと思う。フッカとか翔太の影響で、なんでご飯行ったりとかした時にコンビニとかでも買えるじゃん。あ、レンジでチンしたりとか、まあまあ、それでなんかそのなんか小腹すいた時に食べたりみたいな感じから、あ、俺もなんかこれ好きになってきたかもってなって、割とその軟骨の唐揚げはご飯行った時はなるべく俺は食べる。俺のイメージは、ヒカルはお餅が少ないイメージだった。いや、そうなんだよ。餅好き。さっきポテトって言ってたから、給食の話してた時に。そうなんだよ。もう二度と餅が好きとは言ってほしくない。はい、というわけで、軟骨が来ましたね。さあ、マジで。やばい、肉食いじゃん。肉食いはエグいって。うわっ。どう、完食どう。まじ美味しい。じゃあいただきます、ね、いただきます。もうこの時間帯の油物はマジやばい。いや、そうだね、今ちょうど時間もいいっすよね。マジで、マジで体に染みますよ。あ、じゃあ坂本食べます。いいの。全然いいっすよ。じゃあ食おう。はい、じゃあ大丈夫。追ってくるな。怖い。どのジャンルから
次こそ絶対勝つ。2問目は揚げパンです。はい、ここは当てたいまして。何揚げパン種類ある。え、これ1個に絞ったんですか。岩本さんが好きな味あるじゃないですか。普通に考えたら皆さんそこ行くと思うんですよ。まあ確かに。まあ今回ちょっとどうですか、いつも自分が純粋に今食べたいものなのか、今純粋に食べたいもの、色の話していいですか。色、色、色って白系か黒系かってあるじゃないですか、この世には。この世には白系かな。ああ、はいはいはい、はい、良くないっすか、どうっすか。いやいや結構分かってちゃった。でも黒系でも結構あるだよ。それはいつも食べるものなのか、今日だけなのか。いつも食べる。そうなってくるんだって、もうさ。そうだ、別にいいけど、そこまで全員で食べる。いやでもさ、そのいつもが分かんないんだよ。気になって気になる。せーの、チョコ。はい、ココア。ココア。チョコ。ココア。チョコ。チョコ。きなこ。きなこ。じゃあココアを選んだ方々は、はい、いや、なんかまずはやっぱり色ってちょっと暗めって言ってたから、俺ちょっとやっぱそっち系はやっぱあんのかなと思って。俺なんか俺もチョコはいつでも食えるから。ああ、なるほどなるほどなるほど。ダデ様は甘めのちょっと渋め。ああなるほど、行きたいなっていう。ガッツリ甘いんじゃなくてあるんじゃないかなっていう。なるほどなるほど。ちなみにチョコを選んだ、はい、はい、まあ純粋に好きだから、うん、あの俺はもう一択一択でした。ちなみに、ラウルとメブはキナコ。キナコでした。まっすぐな。そう、まっすぐ。あの、二つで迷った、正直。おう、よっしゃ、行こう。行きましょう。正解はココアです。おらー見たかこれが俺たちの力だ。ちなみに食べたかった、キナコと迷った。しゃ、これ。うわ、いや、あのね、チョコじゃないのがまず俺的には営業妨害なんだ、もうもはや。チョコ選ばない時点で、ほら、チョコ側からするとやっぱ、え、いつもチョコ取ってくれてるのに。おいおい、授業中は死後現金だ。あいつ一問当てただけであんなに。俺ね、これ結構苦手なの。あめね、最初から意外にずっと食べてる。そうだね。確かに。だからね、あの、目黒のトウモロコシとウニだけしか当てない。マジでそれ以外はマジで当たったこと。おい、これあったかいさ、触ったらやべんだよ。あったけんだよ。ああ、いいね。多分生まれたてこいつ。生まれた、生まれた。ああ、食べた。うわ、いいね。音がやばい。うわ、うわ、え、何。超美味しい。とろける。あったかいから。マジよだれがやばい。こうチョコほど甘くないけど、ほんのりそのチョコの感じ。なるほどなるほど。渋みがね。阿部さんの表情が。阿部。マジみんな食リポうますぎてすごい伝わる。あったかいのがやっぱいいわ。翔太君一口大きい。ああ、悪魔的にうめえ。うん、カイジ。うまい。本当にここに来てこれを食べたらもう明日ハッピートゥモローだ。生まれました。はい、来た。焼き物。はい、じゃあ質問タイムいきます。英語入ってますか。おお、攻めてる。英語は、はい。え、いや、これで何個か絞られたの。絞れてる。え、だからコーンバターって英語。え、ほら、そういうことでしょ。はい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 。がっつり行くのか。ちょっと、まあ、これを食べときたいんだよな、みたいな。これを食べときたいってな。俺はじゃあもうこれでしょ、さすがに。多分誰かと一緒に行ったら多分誰かが頼む確率。はい、分かった。あー、なるほど。待って、ちょっと、はい、分かった分かった。せーの、トンチャーチーズのだし巻き。明太&チーズのだし巻き。明太&チーズのだし巻き。トントロ。明太&チーズのだし巻き。コーンバター。だし巻き。コーンバター。だし巻き。え、やっぱりだし巻き系は絶対食べる。これだって絶対みんなでご飯行ったら誰かが頼む。誰かが頼む。違う違う違う、高校生は頼まない。おい、あいつもう高校生じゃないんだって。うそ。いや、もう考えられないからもう直感で言ったわ。トントロは俺トントロ。いや、俺トントロ好きだから。いや、お前のトントロ。じゃあ、ヨンさん、見たくない。お願いします。正解は明太子の汁。おりゃー。うわー、すげー。多分ちょっとひねりすぎちゃってる。いや、俺はちなみにそのご飯行った時は絶対俺がだし巻き食べようよ絶対言わない。俺は大体
フッカが醤油だ。俺頼むよ。絶対頼む。何度も頼む。トントロにしたの。だし巻き卵でーす。じゃあ山本さんから食べていただきましょう。お願いします。え、これなんだっけ。明太子、明太子とチーズを入ってる。うめぇけど絶対美味しいよね。ねえ、やるよね。いいね、ちょうどいい。なんか甘すぎない。絶対ちょうどいいもん。甘すぎないタイプのだし巻き卵。これ甘すぎるよりちょっとしょっぱいよりの方が好き。わかる。え、そっちのタイプだった。そう、最高。だってもうヒカルのさ、リアクションが物語ってるもんね。毎回美味しいとかやってたから。これはね、確かにワンパターンだね。あいつマジで嫌い。いや、マジでちょっとちょうだい。いや、この塩分の感じがすごくいい。うわっ、うまっ。もう無限に食えるこれ。うわっ、これ最高。うまい。ほら、急に円周率が出てきた。来い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 。おい、なんかほら、近くで見てみろよ。すごい匂い。うわ、お前もワンパターンじゃないか。昔懐かしのメニュー。さっきあの揚げパンがこうあった。さっき揚げパンだけだったじゃないですか。揚げパンも含めてこれ全部リピートもありえるってことですよね。リピートもありえるし、え、このアイスとかもあるってこと。ある。うわっ。でも一番気になるのはやっぱ一番下のおじさんが今日のホッピング。え、これは何なの。確かに。いやでもね、結構揚げパンがね、想像以上に美味しかった。違うよ、そこなんだよ。すごい。俺は信じていいのか。ダメだ、何も考えられない。誰もこれに触れてないから。確かに。給食のおばさんいんだけど。あれ作ってる。誰も触れてない。誰も触れへん。おばちゃんが考えてるの全然わからへん。声大丈夫ですか。はい。さっきのお化け屋敷や。書いた。わざわざここにね、来させてもらったわけでしょ。はいはいはい。踏まえた上での回答だと思うんで。なるほど。まあ普通のものは選ばないんじゃないですか。まあここじゃないと食えないっていうような。うなずいてますね。なるほど。いや俺も決まった。でも決まりました。決まりました。皆さん、あ、阿部ちゃんもう得意決まってるみたい。すごい。揚げパン戻るから。もう何も考えてない。いいよいいよ。せーの、冷凍麺。ソフト麺。冷凍みかん。おっぱいアイス。ソフト麺。ソフト麺。ソフト麺。揚げパンきなこ。揚げパンきなこ。うわっ。逆に揚げパンアゲイン。あー、揚げパン。ちなみにまず、ソフト麺がいたの。ソフト麺は、はい、はい。いや、俺ソフト麺と2択だった。あ、うちもソフト麺ですか。いや、でももう、伊達様の言った通り、そこでしかこう、まあ、確かに出会えない。なぜソフト麺。俺は一番最初に目に入った。それが意外ともしかしたらいいのかもしれない。意外とハマるかも。はいはいはい。コージは、ただ一緒にお化け屋敷に入った。あ、そうですね。世代としては何食べたいかっていうのを分かっちゃいますよね。あ、なるほど。顔がうざい。誰だ。俺冷凍みかん。冷凍みかん。いや、それもあると思ったんだけど。そう、迷った。で、ふっこおっぱいアイスです。なんで。え、なんて言いました。ゆっくり言うて。おっぱいアイス言いたいだけだよ。俺と目が揚げパンの揚げパンのきなこ。あー、さっき一緒でした。さっきボソッと言ってた。なんかもう揚げパン美味しかったから。なんかずっと回答一緒なんだよね。これはずるいっすよね。打ち合わせっていうか、なんかどれにするとか聞いてきます。いや、お前ふざけんなよ。逆に俺が、俺はこれだわ、これだわ。付き合ってんじゃん。言ってるの、お前さ、真似してる。おい、付き合ってんじゃん。おいおいおい、ごめん、付き合ってます。山本さんの答えをお願いします。お願いします。来い。いや、マジ頼む。正直ね、めっちゃ迷ったんだけど。え、まさか。ソフト麺。あー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 ありがとうございます。揚げパンのきなこ。いや、めっちゃ人が絶対そう言うと思った。絶対そうだと。あとでも、ちょっと麺ってさ、こういうとこじゃないと食べらんないから。ああ、ほら、もうやってきた通りだ。そうそうそう。やばい、もう鼻つまむ。いや、この袋を開けるっていう過程がいいのよ。これがね。そうなんですよ。すいません、ちょっと力が入んないです。ドキュー。わー、これやば。うわー。いただきます。これはね、気にしてる、気にしてるぞ、気にしてるぞ、気にしてるぞ。こういかない。
笑顔が溢れる。あ、本当に懐かしい。懐かしいんだ。本当に懐かしい。マジで美味しい。やっぱ阿部さん。阿部さん、阿部さん、阿部さん、いいの。阿部さんいいっす。ロジカル食リポ来るよ。どうですか。ちょうだい。令和一うまい。全く令和一。いや、でもこれだけは分かるわ。ロジカルじゃないよ。それということでね、今まで4戦ですか。一回も食べてないよって人。食べてないそうです。でもやっぱこれはやっぱみんなで一回は絶対食べて俺は終わりたい。うわ優しい優しい。最後はみんなにその俺が決めたの何か当ててもらうじゃなくて、おい何くんだめしの一つ激辛入り運命のロシアンシューマイ、おーこれを9個頼みます。だからもうふっかも食べれる。お全員これ最後食べれる。やったーただ、やったただ、一個だけ辛いのがあるよって。なるほど、これは燃える戦いですな。ああシューマイでしょ。ああいいじゃないですか。あ、シューマイ発見。えい、よく見つけてくれたな。そう、これが左耳のシューマイ。これから一個ずつ取ってこのお皿回していくんで。はい、わかりました。全員揃ったらいただきます。はい、なるほど。空を取る。いいですか。皆さん揃いました。はい。で皆さん両手合わせて。はい。はい。いただきます。いただきます。もう一口でね。いや、せーのでいこうぜ。いや、せーの。うん、おいしい。うま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 い。かわいい。ちょっと、え、今から言っちゃう？いや、いいよ、今日じゃない。